ロシア語キー配列は、パソコン及びタイプライターでのロシア語入力のキー配列。文字の並び順にちなんで、配列、または邪ン配列とも呼ばれる。ロシア語キー配列コンピュータ、ロシア語キー配列タイプライターコンピュータの配列とタイプライターの配列は、ロシア文字においては、以外では、共通している。また、タイプライターの配列をコンピュータに使用することも可能である。 ロシア語キーボードを搭載したノート PC。キリル文字は配列だが、ラテン文字はクワーティ配列になっている。ソビエト連邦時代に作られたコンピュータでは、ラテン文字もジャキン配列となっており、キリル文字の発音におおむね対応したキー配列となっていた。現在のロシア語キーボードは、キリル文字は配列で、ラテン文字はクワーティ配列という形が一般的であり、 実際の発音とは全く一致しない配列となっている。1907年頃のロシア語タイプライター、ロシア革命直後に1918年にロシア文字改革があり、アイあとやちという名の文字が削られた。その浸透以前のタイプライターの配置、それ以降のと違っていた。ありがとうございます。